歌舞伎町ホール歌舞伎町タワーに来ていただいた思い出に残るように、私たちシャラクレーンが月を極めた阿波踊りを披露させていただきたいと思いますので、どうぞご覧ください。また後ほど皆様には踊る阿波になっていただく機会も設けておりますので、まずは見る阿波を楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
楽しんでいただけましたでしょうか。あ、よかったです。その拍手の数でいただきました。もう一回いきますね。演舞楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。私たちの方皆さんにもぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、この後、演舞を一区切りさせていただいて、ぜひ皆さんと阿波踊り教室ちょっとしたいなと思っています。そうで、体を動かしている方も声を出している方も何名かいらっしゃったら、ぜひ一緒にちょっとやっていただきたいなと思います。ぜひ皆さんに一緒に覚えていただいて、ちょっとしていただけたらなと思っています。まず、めくって右手と左手が右足右手一緒に動きます。次左手左足が一緒に動きます。ちょっと手を上げていただきながら、そのままその右手を右足と一緒に出す。そして今度左足と右手を一緒に出す。で、リズムは1、2、1、2、3で2回いきます。おかえりなせーの、右左右左右左。これは皆さん、リズム今変わってました方いらっしゃると思うので、一緒に出ていけたらと思います。あとは、腰を、落とすと阿波踊り男踊りっぽくなります。もし立てる方がいれば、ぜひそんな姿も撮っていただければ、一緒に応援していただけてやっていただけるかなと思います。そして声の方、今何度か演舞中にもあやっとさって声が聞こえたと思います。阿波踊りいくつか声かけ声があるんですが、ぜひ皆さんと一緒にあやっとさ、そしてあやっとやっとで返していただきながら、一緒にちょっと会場を一体になりながら阿波踊り教室したいなと思います。では一度私たちの方からあやっとさって言いますので、皆さんもあやっとやっとで返していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ一回やってみますね。いきます。あやっとさ、ご会食のところでね、なかなか声を出す機会もなかったと思いますので、ぜひ一緒に体を動かしたり声を出していただきながら阿波踊り楽しんでいただけたらなと思います。そしてぜひここスペースちょっと空いてるので、よし前の方来られそうな方いたら、ぜひ前の方まで出ていただいて、一緒に阿波踊りやっていただけたらなと思います。少し踊り子もね、少し下げることもできますが、一緒にこんな形でやっていきたいかなと思います。皆さんではご準備よろしいでしょうか。いいですか皆さん。一緒に阿波踊り踊っていただけたらなと思います。じゃあご準備よろしいでしょうか。じゃあお話の方お願いいたします。Bye.
し一緒にやっていただけたらなと思います。では最後、これで社学年の演舞としては以上になるんですが、一つだけちょっとお知らせをさせてください。今年の8月26と27に、東京高円寺阿波踊り、大きな街で阿波踊り、東京高円寺阿波踊りが帰ってきました。実にコロナで、3年できていなかったということで、私たちも、ドキドキしているところではあるんですが、こうやって皆さんと阿波踊りの楽しい空気、その雰囲気を一緒に感じながらお祭りを作ってきていきたいと思いますので、ぜひお時間ある方足を運んでいただいて、この本場の、高円寺の雰囲気をもっとより感じていただけたらなと思います。では、最後帰り、このまま演舞して帰りますので、ぜひ皆さん覚えて一緒にあやっとさんの隠れをしながら一緒に陰に七大場を見送っていただけたらなと思います。では、以上、社楽連でした。